皆さんこんばんは。あ変態仮名になれる24回目ということで、今日は「う」をテーマにですね、えー、お話ししたいなと思います。毎度おなじみ7ついろはでございますがあ、左から2行目ですね、これが「う」の並びになってます。 一番上は宇宙の宇のですね、天書体ですけれども、その下にですね、6文字行書体が並んでいます。これの元字、そして両脇の振り仮名ですね、これを皆さんと一緒に読んでみたいと思います。 それでは、いつもと同じように紙と鉛筆をご用意ください。これから6問連続で、先ほどご覧いただきました行書体の文字をですね、写していきますので、その文字、そして両脇に振られました振り仮名ですね、これを紙に書いていただければと思います。それでは行きます。1問目になります。 2問目です3問目です4問目です5問目ですラスト6問目となります いかがでしたでしょうか以下回答となります。一問目ですけれども、まあ、これはあの上に乗っかっているあの宇宙の上ですよね。あれと同じ文字の行書体になるわけですが、右側の振り仮名が家、左側が宿所というふうにあります。まあ、古い辞書では家所というふうに呼んだそうですけれども、まあ、ここでは宿所というふうになっておりますが、 家を表す言葉ですけれども、ふりがな自体はですね、えー、現在のひらがなの文字とそれほど変わらないものだと思うので、えー、読めたんじゃないかなと思います。むしろこの真ん中の漢字ですよね、これが難しかったかもしれません。 2問目ですけれども、これはまあそのままで右でありますが、あ振り仮名も右と書いて、左側が「タスクというふうにあるわけです。えー、右側の振り仮名は特に難しいとこはなかったかと思いますけれども、まあ、漢字の3から来ている「み」ということで、まあ、カタカナの「み」とも読めますが、えー、右とで。左側の「タスクですね、むしろこのス「す」。 春から来ているこの「数が難しいかもしれません。えーまあ、補佐するという意味であの右という字ですね、えー、読みますので、まあタスクという、助けるという意味で「助く」というふうに読んだということになります。3問目ですけれども、これは「ある」という字になりますね。えー 振り仮名はそれぞれ右側が保つ、左側があるということで、えー、まあ文字自体は難しくはない、現在のひらがなの書体と同じなわけですけれども、まあ、ひらがなの「も」ですよね、これがちょっと現在の「も」と違っているので見にくいかな。あと、「つ」もですね、まあ、現在の「つ」もこの「川」という字を崩して「つ」になっているのですが、 あその現在のひらがなの2になりきってない、この川との,この中途半端な状態の2ですね、これがまあ読み方としては難しいかなというふうに思います。まあ、あと、ルーもですね現在だったら横、まあ、あ棒があって、ですそ、ね、れからくるんと回るわけですけれども、ちょっとそれがないもんですから、なかなか読みにくかったかもしれませんけれども、まあ、このあるという漢字がイメージできれば、ですね読めたんじゃないかなと思います。 えーまあ、ある、所有しているということから、保つということで、まあ、この文字ですね、えー、あるという字でした。4つ目ですけれども、これは、雨という字になりまして、右側がもうそのまま書いてある通り、雨ですね。で左側が、降らすということで、まあ、雨が降る、降らすという、雨降るということから、降らすというふうに来ていると思いますけれども、 これもですね、現在のひらがなの書体と同じであります。まあ、数がですね、珍しく現在の数に近い、あの一寸法師の寸から来ている数ですね、あれを書いてくれてますので、まあ、読めたんじゃないかな、イメージで読めたんじゃないかなというふうに思います。これは5問目ですね、うれうるという、うれいという字ですけれども、右側のふりがながうれい。まあ、これは現在もそういうふうに読みますし、左側のうしというですね、 これも現在の読み仮名にありますのでいけたんじゃないかなと思いますが、まあ、この漢字が難しいですよね真ん中の行書体が難しいですけれども変態仮名としましては右側の振り仮名の「で連絡の連から来る「例ですねこれが現在のひらがなとは違っている変態仮名となっております。 ラスト6問目ですけれども、鳥ではございませんで、カラスということで、えー、右側の振り仮名ですね、カラス、カート数が変態仮名になっていますので、ちょっと読みにくかったかもしれませんが、あ先ほど来ですね、何度も可能のカーから来るカート、春から来る数ですね、これに見慣れている方は、もうすぐカラスと読めたでしょうし、 あと左側のですね、まあ、カラスは黒いということで、黒しというふうに書いてある。まあ、場合によっては黒黒というあの繰り返し記号の可能性もないわけじゃないですが、あの濁点がないので、まあ、一応黒しというふうに読んでおきたいと思います。以上、うの変態がなし術でしたけれども、いかがでしたでしょうか。 あまあ、ここで紹介してなかったのは「雲」という字から来る「はなかったですけれども、えー、基本的には宇宙の「雲」ですねこれから,ら現在のひらがなの「うが来ているということでこれを押さえていただきまして、えー、その他にも「憂い」とか「まある」とかそういうような感じから来る「雲」もあるんだということをですね覚えていただければと思います。 ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もですね、また同様に練習問題を用意しておきますので、ぜひチャレンジいただければと思います。ありがとうございました。